はい、こんにちは、グリードです。モダンオフェア3が発売いたしまして、まあ、毎年恒例ではありますが、設定動画をね出しておこうかなと思います。正直ね、僕の視聴者の方は長年 COD をやってる人が多いので、いやそんな設定知ってるよとか、毎年一緒じゃんかっていう風に思うかと思うんですけども、モダン3からね始める方もいるかもしれないので、設定動画ひとまず出しておきましょう。コンソール版だけじゃなくて、あの PC 版のグラフィック設定も載せていくのでやっていきましょう。それではまずコントローラーの設定からいきたいと思います。キーボードマウスの方はキーボードマウスへ、僕はコントローラーなのでこちらですね、PC 版に XBOX のコントローラーを挿して使ってます。ボタン配置はね、僕デフォルトなので一切変えていません。ボタン配置はね、人それぞれなのでお好みのボタン配置でいいと思います。このあたりも、反転だったり振動もねお好みなので、ちょっとスキップしますね。次、重要なデッドゾーンの入力ですね。デフォルトだとデッドゾーンが少し入ってる状態だと思います。僕の設定は左スティックだけデッドゾーンが5だけ入ってます。それ以外全部0ですね。デッドゾーンに関しても正直お好みです。プロプレイヤーたちはだいたい0から5が多いですね。正直5以上のデッドゾーン入れてる人はあんまり見かけないので、5以上はちょっとおすすめしないかな。コントローラーはすごくね、個体差があるので、まあ、スティックドリフトが激しい人は、スティックが勝手にね、反応しない範囲まで、デッドゾーンを増やしてあげればいいです。次、感度ですね。感度66です。COD のトッププロプレイヤーたち、99% 感度66です。下手したら最近は 100%6 かもしれないですね。6がね、ある程度キャラコンの速い敵でも狙えるし、安定性も高いので、まあ6がおすすめですかね。次は、この、エイム曲線ですね、ダイナミックを使用してます。競技シーンやってる人だったら 100% ダイナミックです。これは特に今作はスライディングキャンセルみたいな素早いキャラコンもあるので、そういう敵に対しても反応しやすく使いやすいのがやっぱりダイナミックになってきますね。その他は僕は特に変えてませんね。変えてません。ゲームプレイ、自動タクティカルダッシュにしてます。これは左スティックを倒すだけで自動的にダッシュしてくれるっていう設定なんですけど、もちろんデメリットもあって、まあ、この辺もお好みかな。自動ダッシュにしちゃうとね、ちょっと走りたくないシチュエーションでも走っちゃったりするので、まあこれが絶対いいとは言えないんですけど、いちいちね押し込みがめんどくさい人はまあ自動ダッシュにした方がいいかな。まあ本当にお好みです。その他は、変えてませんね。僕多分変えてません。次、オーディオです。オーディオミックス、ヘッドフォンのバスブーストにしてます。あとは音量などもお好みですね。はい、こんな感じです。それ以外は特にいじっておりません。はい、いじっておりません。そしてお待たせいたしました。PC 版の方、グラフィック設定です。表示モード、全画面、フルスクリーンですね。絶対にフルスクリーンでプレイしてます。リフレッシュレートは制限を外してまして、他いじってるところは、ああここですね。 NVIDIA リフレックス低遅延オンブースト、これは絶対オンブーストにしてます。 VSync はもちろんオフです。次、品質アップスケーリングシャープニング、こちら、まあモダン2モダン1とずっと一緒ですね。こっちのカスカス僕いつも言ってるんだけど、これの、100にしてます。まあこの数値を上げれば上げるほどね、こうパキッとしたようなグラフィックになってくるんだけど、ここもね、まあ結構80の人もいたり90の人もいたりしますが、まあ僕は100でやっちゃってます。次にグラフィックの細部とテクスチャーのカスタムの部分です。こんな感じです。ノーマル、コー、ここはね、なんか低にしてもコーにしても FPS に影響はないと言われている。正直僕はいまいち違いはわかりません。基本的に僕はパフォーマンス重視で設定してるので、全部基本的に低、オフですね。まあ、銃弾の後だけオン。ここもオフ。ここも低、オフ、低。まあ、全部低。低、低、オフ、オフ。まあ、基本的に全部オフにしてます。地形メモリだけ、最大にしてみてるけど、ぶっちゃけマルチプレイヤーだったら意味がないかもしれない。で、ここも低、オフ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 。次、表示の部分ですね。ホブ値、視野角は105でプレイしてます。で、ぶっちゃけ視野角って、その人のモニターの大きさとか、モニターとの距離によるので、ほんと人によります。なので、別に同じにする必要はないと思います。連動、ワイド。ここも変えてないですかね。モーションブラーは相変わらずオフ、オフですね。
フィルム粒子もゼロにしてます。一人称視点カメラの移動も最低にしてます。あとは基本的に、変更してないです。何もいじってないですね。というわけで僕の設定は以上になります。まあ、正直始めたての人はぶっちゃけそんな設定しなくていいです。デフォルトのままでね、十分プレイできるので。初心者の方はまあ最低限このコントローラーの感度とか、あとボタン設定を自分好みにして、まあデッドゾーンをね、デフォルトより少し下げれば、それだけで十分プレイできると思うので、頑張ってください。オーケー、これまだ湧いてんな。えいえい、もう終わったんじゃないこれ。チャレンジどう？一旦こっち逃げて、あ、まずい。これえい、1枚だけか。やるか。オッケー、うまいよ立ち回り。惜しい。C のが近いね、ここはね。これロングショット取りやすくていいね、多分。あ、リリス様が、ディアブロの。よしよし。AC でも良さそうだね、これね。これ中央いるな。で、B 行っちゃおうかな。こうやってもらって、メッシ倒して、なんか B 外いるね。ちょっと上がりすぎたかな。B 二人脇か。メッシ？クリーチャードローン？もう一個？ダメか？ OK？で、C1 枚だけいるけど、適当に出しとこう。で、こうやって、攻撃ヘリゲット。で、ミューニションボックスポインポイン。はい。で、今見た敵倒せたかな？どうだろう？チャーリー取られてる。フリーチャンドローン、行ってらっしゃい。いや、奥行ったな、これは。奥行ったので、多分手前までは取れますね。ここ取れる。リリスと一緒に取って。多分、ヘリを落とそうとすると思うんで。よいしょ。いいね。これ C 来るかな。やっぱ初期武器、初期クラス強いわ。なんか、初期クラスのこの MTZ と SMG 使っておけば最初いいと思う。本当に。このカスタムどういうカスタムなんだろう。めちゃくちゃ使いやすいな、これ。いってらっしゃい。一旦右行きましょうか、これは。リリス様ありがとう。これはスモークかな。スモーク焚いて、いるとしたらこの辺か。メッシやって。オッケー。12連続か、これで。A 取れそうかな。脇がちょっと怪しいけど。敵が B 取ってくれたら OK。リチャードローン？どっちかな？いや、多分これ、C 行きますね、C 行きますね。ちょっと連キル途絶えたらコメント読みます。ごめん、もうコメント読めんかもしれんわ。これは。はいはいはい。で、これね、この屋根登れるんだよね。屋根登れるけど、登る暇が？情けです。はい、読みます。入りが薄くなった気はしますね。うん。もしくは、なんか、単純にグラフィックが上がったおかげなのかもしれないですね。わお。あ、でもこのマップやっぱスライディングとかもあるおかげか。楽しめる。うん、昔より。よし、とりあえず C 取っちゃおうかな。おお、紙投げ返しやん、今の。え？敵どこだ、これ。あ、手前か。いや、いい生き残りでしたけどね、今のね。やべえ、なんか、もうカスタムクラス使えるんだけど、初期クラスの MTZ の方が楽しい。
わりかしね、今ね、一周回ってさ、デフォルトの兵士ってやっぱかっけえなって思ってさ、最近。デフォルトのね、この米軍の兵士とかね、いろいろあるけど。GOD ってこんな値段高かったっけ？円安です。超円安です。日本だけ高くなりました。す？めっちゃ GG。いや、敵いいとこ押さえてくるな、急に。リロードしてるタイミングで顔出して。ワンチャンこっち側湧くかもしれない。どうだ？湧いたか？スモークに紛れながら、前上がって。ここに機銃なかったっけ？ま、めちゃくちゃ強い。機銃なくなってますね。おー、いける、あの距離。C の人たちが B が行くか、センター行くかで、僕のルートが変わるが、敵の巡航ミサイル、こっち来ないで。はい。いや、これ A だ、A、A。まずい。あー、やばい。やばい、やばい。いや、C 取ればいいか。C 取ればいいか。190に対192。なんだ、この試合。僕、前上がるよ。まずいな、B 来るな、B 来るな、これ。センターから抑えられるか、これ。1枚やって。ブラボー来た。ダイブで避けつつ、おい、ナイス。